イザベラ入るハディットは、アメリカ合衆国の女性ファッションモデル、タレント、ロサンゼルス生まれ、パレスチナ人で不動産開発者の父とオランダ人の、元、スーパーモデルヨランダホスターを母に持つ。姉に同じくモデルのジジ、ハディットがいる。ジジは2016年世界モデル長者番付で900万ドルを稼ぎ、5位にランクインを果たした。その他、弟で、モデルのアンワル・ハディット、 ジップ側のイボ姉妹が二人、さらにケーフ側のイボ姉妹が5人いる。彼女の両親は離婚しており、母親は音楽プロデューサーのデイビッド・ホスターと再婚した。モデルのケンダル・ジェンナーは、ジジの親友の一人でもあるが、ベラ自身もデビュー前の14歳から交友があり、今も仲の良い友人の一人である。その他、ヘイリー・ビーバー、パリス・ジャクソン、カイリー・ジェンナー等とも交友がある。 歌手のザ・ウィーク・エンドが恋人である。2016年10月、ビクトリアズ・シークレットのオーディションに合格。同年11月に行われた姉のジジと出演し、ビクシーモデル初の姉妹出演となった。ジジが合格した2015年にもオーディションは受けて、いたが、不合格だったことをインタビューにて明かしている。10代の頃から、ヘビースモーカーで、 たびたび喫煙中の写真をパパラッチに撮られていたり、20代に入ってからはモデル撮影でも喫煙中の写真が多かったが、2017年7月27日に自身のインスタグラムにて禁煙すると投稿した。ありがとうございます。